はい、どうもこんにちは、ラッセルと申します。今回は天空のクラフトフリート、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。戦団、前回の戦団と違うんですけど、今回また新しく戦団に入りまして、その戦団で掲示板に書き込んだら返事が来ました。ほら、こうやってラッセルさん、ようこそ。艦隊戦が毎日7時と9時にあります。ぜひ参加してくださいね、待ってますよって。いやこういう交流があるのいいですね。で、今回は、紹介所に行ってガチャを回したいと思います。まず初心者限定紹介所、これかな、これを1日1回7日間限定、これを紹介してもらいます。3ポイント使っていけ。おい、おおおおおお、すごいの来んじゃない、これ。これやばくないですか、やばくないですか。来い来い、よし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 。ええ嘘でしょ。初ガチャできた。嘘でしょ。これ最大っすよね、レア度 SSR って最大ですよね、これ。マジで奇跡が起きた、奇跡が起きた。そしてめっちゃ可愛い、めっちゃ好みのキャラが来た。あ、素晴らしいですね、これ。リトルデビルラーク、強そう。では、あと、チケット、消費してやるやつ、もやりますか。紹介数、もう全部使って、全部使ってやってもらいましょう。7枚。これ俺。まあ、スキップしますか、これは。まあまあ、いいの来た？来た？星4来る、これ。おー、いいじゃないですか。気が足りないね。いいじゃないですか。来たのは、星4一人来ましたね。あ、やめ。猫、猫はどこ？強そう。とりあえず、星4、こっちもやりますか。来い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 。星、これは星4でしょ。あれでもこれこう来て星5が来るんじゃないの、もしかして。これ、もう一回回ってくんじゃないの。あ、来ない。これがわしの力よ。でも十分強そうなキャラ来ますね。もう一回。来い来い。スキップしますよ。スキップしますよ。星4。いいじゃないですか。これで出航準備からキャラクター変えましょう。全員管理。はい、ということで、星5のキャラが2人と、星4のキャラが3人集めた状態の、部隊編成となりました。かなり前回より強いんじゃないですか、これは。では早速ミッションをやっていきましょう。ミッションスタート。前回よりちゃんとできるようになったかな。おお強くない、強くない、めっちゃダメージ上がってない。めっちゃダメージ上がってない、これ。多分上がってるよな、ダメージ。おからのラッシュ、ラッシュ、オラ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 、こういう使い方でしょ。もう瞬殺だ。強っ、めっちゃ強っ。もう青で一応弱点狙っていきますけど、今んとこなんか余裕がありそうなんで、まあ、別に大丈夫そうなんですけど。あ、てか属性偏ってるな、結構今このなんだろうメンバーだと。お、なんかめっちゃ、なにこれ、なにこれ、なんかめっちゃやばくないですか、これ。 いきなりなんかでっかくなりましたね。あ、だんだん剥がれていくのね、そうやって。あ、バースト使えるじゃん。おらおら、あ、でもラッシュモードじゃなかった。やべやべ、おら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 、あ、終わっちゃった。おや、つなげて。今回強いな、めっちゃ。ほらほら、あ、そういうことか。でっかいんじゃなくてち
ちゃい船がいるのね、パンネル的なあれが。ほら、いいぞいいぞ、ほらほら、おお、ほっ、ちょっと待って待って待って、あ待って、バースト、ほらほら、いけ、もういけ、よし勝ったぜいきなり手強くなったな。新しい船が3つありますね。3つあるので、このパーツをなんか強そうな感じにしていこう。これ使って火属性、赤属性じゃなくて青の方がいいんじゃないか。青を上げて、お、なんかいいんじゃないのこれ。全部星1か。まだまた青を上げて、ボトムも他の部分はないのかなんかこれだけだとそんなに強くなさそうだな。まだイスパリオ使った方がいいのか。まだイスパリオだけの方が良さそうですね、使ってるの。とりあえずイスパリオを強化していくか。なんか強す、もっと強いやつに変えられそう。青属性つけよう。エンジンとか他の部分はまだ出てきてないっぽいな。ストライクダガー、うん、これでいいな。これでいきますか。これで多分属性的にちょっと強くなるんじゃないですか。あ、でもまたあれか、ステージ変わったから弱点変わるかも。青にしない方が良かったか。あ、でも青のままで良さそうだ。これ俺OKOK で、こっからですよね。ラッシュまだ使わないで貯めてみるか。ちょっとなんか溜まりそうなんですよね、まだ。ほら、溜まってる。あ、でラッシュがバーストになるのか。そういうことか。バーストの方が上なの。バーストモードはあれか、めっちゃ強いのか。そういうことね。バーストまで持ってった方が一瞬で終わらせられるということなんですね。もう一戦ぐらいやってみますか。なるべく貯めれば貯めるほど強くなるけど、それまで耐えられるかどうかみたいな感じか、見つめてくると。あ、弱点が終わった。これでしょ。でラッシュだから、この状態でまだ貯めておいて。いや、さっきの船単に弱かっただけかな。もうまた貯めるか。ほら、でしょ、バースト。ほらほらほら、やっぱダメージやばいな、これ。あ、でもさっきでだいぶ、あれかな、強くなったかな。あ、もうでもこれスキルで勝てそう。OK。海賊船っぽくなってましたね。おーし。ミッションクリア。レベルアップ。レベルガンガン上がるな。最初のうちやっぱガンガンなのか。さて、では艦隊戦をやっていきましょうか。開始。今回は、お、相手人数多いですね。これはいい勝負するんじゃないですか。下手したら負ける可能性ありますね。ナウローリン。うわー、めっちゃ多いな、敵。とりあえず攻撃しよう。敵3体にダメージ。よし。おら、いけ。ある程度ダメージ与えたかな。
で、使えるだけ全部使っちゃおう。やるだけやってみよう。おっと？あれ？まだダメージは受けてないな。とりあえずスキル使いまくって一気に敵を、で相当撃退してません？これ、お、いいじゃないですかこれ。強いな、この艦隊相当破壊してますよこれ。あ、通常攻撃だこれ。どうしよっかな、 TP がなくなったのでとりあえず通常攻撃でいっか。ほら、で TP 回復しましょう。でもう一回回復して、敵まだ3体生き残ってんな。まずスキル使うか。あ、これで敵本拠地を攻撃できる。お、撃沈した。いいじゃないですかこれ、いいんじゃないですか。ほら、どうや、あんまりダメージ入んない。ライフスナッチでも攻撃来てないんだよな、別にいいか。あなたならできますよ。どうだ、お、何が起きたんだ今の。バブルズシーフ、敵3体にダメージ。ほほ、この後はこう通常攻撃でいいかな。いや、まだスキル使っていいか。使えるだけ使おう。ほら、いいんじゃない。あとは通常攻撃か。さあやっていきましょう、通常攻撃でガンガン。反撃がやばい、ひたすら攻撃するしかないのかこれ。体力削られてるし、ほらどうだこれ。さあこっから巻き返しますよ。いやでもこれ辛いかな、ダメージが全然入らない。これ敵が復活してくると一気にやられるんですよね。どうしよっかな、復活してくる前に叩きのめす。おらおら、鉄拠点の体力ゲージがめっちゃあるんですよね。ラストスパートですよ。あとこれもう間に合わねえかな、やばい、ダメージが壊れる、これ、あ、倒された。残り25秒、もう無理かな。完敗ですわこれ。ということで、最後の艦隊戦は負けてしまいましたが、白熱した戦いが見せられたかと思います。こんな感じで、マルチプレイ要素もあって楽しいゲームとなっております。ぜひ皆さん、プレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回は終わります。ではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。